子恒例実家に顔出し。小林家の印象どうですか。明るくで最高です。うるさいですって。仲悪いんですか。仲悪いんですか。もう仲悪いの超えたから。あ、そうですか。もう一人になったらどうする。あれは一回ちょっとそれやろうよ。じゃあ1年間 YouTube 回そう。お前俺を憎むんだよお前。お疲れ様です。明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。おめでとうございます。お前にも一応今日初日か。はい、初日です。1月1日毎年恒例実家に顔出し。はい、お願いします。はい、明けめ。はい、明けめ。いつもお世話になってます。ペルージュのシェフと、はい、マダムと言われたの。ペルージュってやつ。さっきヤスさんの中の動画が上がったの、はい、これで言ったね、久々に。ああ、そうね。ヤスさん、それあれや。あ、すいません。あのコンビニで岡部君とケンタロウ君に会ったら、え、弟さんなんですか。僕、弟。え、っお前ちょっとカメラ向けるよ。あ、弟さん。お寿司食べる。お寿司食べます。はい、皆さん、この人誰か知ってるの。いや、ちょっとわからないです。この人のお姉さん。あ、お姉さんですか。そう、そうです。あ、はじめまして。姉です。あ、姉です。弟さんで、お姉さん。はい、姉です。あ、お世話になってます。フランス料理のシェフだな。この人のソムリエだよ。あ、ほんまっすか。まんま有名で、ね、すごいよ。まんま全然有名じゃねえよ。これ箸、これ使っていいの。箸のあっちこっちで食べとるけど食べていいよ、あんた。はあんた太りすぎ。こいつの前で言うなよ。太りすぎって俺に言うことじゃねえよ。痩せます。僕主役じゃないですよ。この小林家のあの元旦お正月。小林君太ったんでねえもん。去年も5分になったんで。大将面白い話できるんで。そんな太ってないでしょ。そんな太ってないよな。あんたお腹すごいよ。大丈夫ですか。何が始まる。どれあるじゃん。身長170とってでしょ。もう見たことこうでないよ。お腹すごいもん。腹がこれだけトイレ入っとる姿見て。なんでトイレ入っとるんだろ。開けっぱなしだもん見えるわさ。開けっぱなしだ。もういい子さ。つまれるな赤ちゃん。いやいや。あ、これ食べよう。もういい、食べとる食べとる。あ、もらっこって言う。もう痩せろって言うのに。痩せろって言うのに、あぶらこって言うのに。ちょっとしっくりじゃね。小林家の印象どうですか。は、明るくで、最高です。うるさいですって。もう食ったの。ちょっとあの、お誘いが来る前に食べてしまいました。時間が決まってないもんね、わしも。いや、わからん。言っとるよ。ちょっとこの間あなたがここにうちに来た時にそんな話したじゃん、覚えてない。私がそう3時だよって言ったのを聞いてたらしいよ。俺も早く行くから3時でええって言ってたよ。だからそれらしいんだよ。次の日に、次の日にお母さんがうちに来たのをお店に来てくれたの。そう来てくれて、その時にお母さんに私は3時に行くねってカツラムにも2人をって私行ったのかな、確か。弟2人に行ったの。行けてえ、仲悪いんですか。仲悪いんですか。仲悪いよ。仲悪いの超えたから。あ、そうですか。ちょっともうそれ以上やめて。ちょっと子供としては恥ずかしくない。その話の方がいいだろ。やっぱ再生数大事やね。でも結構スタッフいますよね。やっぱクソ持ったでしょ。クソもいっぱいあった。いかん子はもうやっぱすぐやめてる。で残ってる子はやっぱきちんとしてる子が多いから。あ、そうですね。まあ、だからやり方間違ってないんだろうなと思うんですけど、うん、うちのやり方としては、ね、料理するサブみたいな人、うん、そう、今入って。あ、マジですか。その子ももう1年続いたから。あ、もう1年になったの。1年続いてはある子、でも楽しくなっていいのじゃないですか、人が育ってることが。あ、私なんか俺楽しいですよ、いろんな人と出会って、ね、こいつ確かに、ね、確かにやっぱもう中心のハートがないと見てこんけど、厨房で続いた子今までいなかったから。サブで雇って若い子何人か雇ったけど、はい、今まで入ったやつもめっちゃやばいやつばっかりやから。1週間目ぐらいからこの子使ってるようなやつばっかりだ。いやいや、そこで折れんかったら強いんですよ。いや、で普通の経営者って折れちゃうから、うん、その子に合わせた仕事をしちゃうから、ね、いいよいいよこれでいいよ。そうそう、お客さんにもどんどんサービスを提供していく。
覚悟があるからね、うちら二人でやるっていう覚悟があるからね。どこでされてるんですか、宣伝どうぞ。あ、失礼します。名古屋の国際センター駅の近く、名古屋っていう地域でレストランペルジュっていうフレンチレストランやってます、はい。有名じゃないですか、本当に有名で。本当に有名です。有名じゃないよ、そんなに有名じゃないっていうか、すごいと思うんですよ。宣伝とかで覚えたけど、マジっすか。宣伝の間ですごい名前を出たっていう。星は飛ばない、星はついてないから。いやいやいや、出れるだけすごいです、あれ。あ、そうですね、出してもらえるだけありがたいです、はい、本当にいいやつ。多分なんかありますか、気がついてもらえたくないから。それの主人は大好きな先輩の島本チャンネル登録お願いします。島本チャンネル、どんなチャンネルなんですか。最近は金魚の、金魚ばっかり。金魚の飼育とか最近ね、あの宣伝も入ってるしね、あの再生数もちょっと伸びとるしね、お、あの登録数もちょっと増えてる。一時は本当にちょっとでもかわせてかわせて。1万人ぐらいはいってるんだろう。1万人はいってる。あんなとこは別格だけど、10万人、もうすぐ20万人、まだまだ19万5000。詳しいですね。5000から全然いいか。この頃携帯、あのなんで YouTube のあの盾もらえるのって、あの銀色の10万、10万でもらえる、あれ10万でもらえるんだ、あれ一発の100万とプラチナか、100万で金か、あれプラチナの葉っぱ無理だわ、100万、1000万でダイヤモンド、あ、一番上がダイヤモンドなんだ。そういうのが世界的にいかないね、無理だわね。芸能人とか知名度のある人がほとんどそうだわな、うん、1日だけで再生回数がな何百万人っていくんだもんな、芸能人なんかな。すごいですよね、あんなのな、インスタでもそうじゃん、すごいもん、うん、自分のとこでもな、最高いっても270だったか、あれ、うん、坂本ちゃんとあれが最高だろう、あれが、うん、あのお前と揉めてやつ、うん、な、平均抜き事件ですね。うん、うん、あれが、うん、でもなんだかんだコンスタント上がっとるもんな、再生回数が、うん、10万前後いっとるもんな、うんうん、こんなんじゃねえ、それで。はい。一個聞きたいことがある。うん、弟うまくいっとんの？それはね、常に緊張状態だよ。なんで？他とうまくいっとんの？俺これ、これ、俺それ以上にうまくやってます。まだわーわー言っとんの？もう言わない。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 何かでは立てんよ。言わないでしょ。いねえよ。で、俺今でもやっぱりお金は頭上がらんもん、はっきり言って。ビシッとだろ。あげれんよな。俺とっかがね、ちょっと仲悪いと思ってんだ。仲いいくないでしょ。仲良くないじゃん、動画が。まあな、仲いい。会話ない。手伝わんでしょ。会話ない。手なんか使わんもん、昔から。でも俺ら夫婦は今はどっちか言うとお互いに分かっとるもんで、言ったらガーなるし、さっきもそうでしょ、おっかが一言言うと俺もガーって言っちゃうもんで、そこはある程度お互いに何かで立てんようにしておかんがなったらこの家もあるんですよ。むしろで暮らせん。いや、それはいいんだけど、多分男一人になったらどうする。あれは一回ちょっとそれやろうよ、1年間 YouTube 回そう。いや、多分弟が先に終わったんだよ。洗濯とかできんよ、絶対的に。バカできるバカやるって。お前、俺も憎むんだよ、お前。いや、どっちだよ、一人で行けるの。行けるよ。いや、どっちは大丈夫だ、一人で行けるよ。お母が死んだら、ここの家で全部売り飛ばして、うん、どっか田舎でもどっか移住しようかなと思ってる。一人で田舎移住するならいいよ、俺全部今から買い出したの。いや、それやりたいんだけど。ああ、やる父ちゃんがね、お父ちゃんやるよ、ね、俺買い出したら。そこだって十分田舎でしょ。お互いさ、面倒くさいんだったら、お互い別居で飯は自分で作って、席はそのまんまで別居して生活するってのもあるかもしれない。いや、ぶっちゃけ家庭内離婚みたいなもんで、みたいなもんじゃない。もう家庭内離婚よりひどいくらい。でもさ、一人でやれるのやってみよう。どうやって話したいの。いや、別に話したいというか、それは幸せだったら別に。なんの方が楽なのかなと思って。いや、俺はお母はそう思っとると思う。楽しかないでしょ。お母ちゃんは楽しかない。楽しかないでしょ。そう変わらんだろうけどさ。ショックだ、俺。ショックってでしょ。ショックって、そんなこと何もしてないでしょ。でも、お父ちゃん、お父ちゃん、お父ちゃん。なんだ俺、なんだお前ら。お父ちゃん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 。なんかやった。俺に集中攻撃来られて。攻撃しない。攻撃しない。攻撃じゃない。攻撃じゃない。攻撃じゃないって。思いが聞きたい。お父ちゃん、お父ちゃん、お母ちゃん、二人の幸せの形
長話し合ってるだけだって。うん、すげえな。俺はちょっとそんな気持ちがあるって言っただけで。チャンスだぞ。チャンス。これせで。この男の子もそのうちが。お父ちゃんはその日じゃない。逆に見てみて。お父が一人で本当に暮らせるか。でも音のためでもあるんだよ、これは。そう。そういう 気があるだけで。お前、俺も憎んねえ、お前。どうしたら一人で行けるの？行けるよ。いや、どうしたら大丈夫なの？お母が死んだら、どっか田舎でもどっか移住しようかなと思ってる。できません自分のためじゃない。だって俺自分のためにこんな必死に行ってないよ。二人のためにいいと思って、俺マジで話してる。私もありがたいけど。それで、俺の好きな俺の一回やってみよう、本当に。一年限定。私分かった。YouTube のネタのためだ、これ。YouTube のネタしてる。ネタだけど、ネタだけど。で、俺はネタと人生がもうリンクしてるから。なんだお前。してることいっぱいあるよ。綺麗な話で収めようとしてるじゃないのか。長男として。長男として小林家を収めようとしてる心じゃねえのか。私今純粋な心で話してるの。純粋な心で話してる。小林家の長男として。俺は YouTube だろうが社員だろうが本気で話してるから。お前本当にそうか今。YouTube ネタにするだろ今。ネタにするから悪いのか。本当にいいもん作ろうって言って客から金取ったら悪いことだろ。お前はね、ぶっちゃけない。どう思ってるの？反対なのか別々にするの？別々にするのは変態だけど、変態？賛成だけど、それを公共の場に提供することがいいことなのか悪いことなのか。違う、それは俺ちゃんとマイルドにするから。ほら、ネタにするじゃん、やっぱり。まあ、多分音はケツ悪い。じゃあマイルドにするならいい。絶対ケツ悪い。分かった。お父さん、お母が別々にするなんて発想もなかったけど、発想したら本当にいいんちゃうって思う。いや、まあでもそういう夫婦いっぱいあるからね。逆それで逆でうまく夫婦もあるしな。もう電池ないんで終わりだけみんな。